松山高等商業学校は、1923年に設立された私立の旧制専門学校。通称は、松山高賞。なお、この項目では解消後の松山、経済専門学校についても記述する。新田長次郎加藤常忠加藤明門教の松山大学では、松山高等商業学校の設立に寄与した、新田長次郎加藤常忠。 加藤明蓮を三恩人と呼んでいる。現在の松山大学にも受け継がれている校訓三味が発表されたのは1926年3月8日の第1回卒業式における加藤明蓮校長の祝辞が最初で、翌年に制定された校歌の歌詞にも校訓三日の文言が盛り込まれた。しかし、1939から40年頃になると、 校訓三実主義の内容遺憾ということがようやく問題になり始めた。加藤校長制拠後に来任した教員が多くなったこと、校訓制定以来15年を経、加藤校長制拠後でも7年を経過していて、校訓の再検討を要する時期にもなったため、第三代校長、田中忠夫によって三実主義の明文化と確定解釈が行われ、昭和16年度の生徒要欄に発表した。 カリコ図書閲覧室商事調査室、星野通の講義1938年の松山高等商業学校松山高等商業、学校校歌作詞、なみミ竹を作曲、山田工作戦後の松山商科大学は、旧松山高商校歌から3番の歌詞を削除し、交渉を、商大と改めて、松山商大校歌とした。全国上級学校で、野球部は、 全国高専会に君臨している、重剣道も強いと紹介されており、スポーツの競合校として、世に知られていたことが伺える。1923年の開校時は、北予中学校の新築校舎の2階3室を借りて、授業を行っていたが、翌年4月に、同志大あざ三崎あざ、井の口の新校舎に移転し、戦後の松山商科大学松山大学に、継承され今日に至っている。 ありがとうございます。